はいどうもよろしくお願いします。コージュンのざっくりギターレッスンということでやっていきましょう。今回はですね、WXY という曲をやっていきたいと思います。これはリクエストがたくさん来てたので、早くやってくれということで、早めにちょっとやっていきたいと思いました。はい、お願いします。これはですね、指弾きで弾くんですけど、結構ね、左手の親指が届かなかったら即試合終了みたいな、かなり無理なアレンジをしているので、もしできない方はごめんなさいっていう感じで教えていきます。はい、いきます。最初はですね、こう、サビの前、ダダダダダダって始まる、ここ、なんですけど、基本的に結構弾き気味で弾いてください。はい。で、左手の中指で3弦の2フレットまず、パタン、ここを親指で2回弾くんですけど、パッパーってここは弾いてます。パッパー、ダラーって優しいダラーでもいいんですけど、なんか弾いた方がいいなと。で、次が2弦の開放弦。で、一応右手の中指で弾いてます。で、今度が左手の薬指で2弦の3フレット弾きます。で、この時にちょっとだけチョーキングするんですよ。チョーキングってこう弦引っ張る。そうすると音程上がるんですけど、そこが僕の中のなんか歌いっぷりっていうか、気づかれないぐらいちょっと上げてます。そうすると人間的になるんですね。で、1弦の開放弦こう弾きますね、ですね。やったら次がこの D 同コードの D を押さえて親指をめっちゃ出して、5弦の2フレットにこうやる b マイナーなんですけど、これの5321弦なりませんと、もう親指出ませんよ、すいませんでしたって感じになる人も続出すると思うんですけど、はい、ごめんなさいっていう感じですね。はい、これはもう親指が届かなかったら即終了のアレンジなので、もう本当に頑張ってみてください。ずっとこうやって出すようにしてたらなんか出るようになるんですよね。僕も最初全然絶対無理だろうって思ったんですけど、なんかやってたらできるようになりました。で、まあこうだね、ドゥドゥドゥやったらこの状態にして D のこの中指の部分をハンマリングってやります。でやって、で今度は3弦2弦をこうアルペジオで弾きます。じゃーん。でそしたら今度は左手の中指離して1弦の開放、これですね、連続でやるとですね、ちょっとざっくりギターレッスンなので、ここら辺丁寧に説明しないでパッパッといきますね。動画が丁寧で嬉しいですっていうコメントもあれば、動画が長すぎるっていうコメントもあるので、僕の中でも結構難しいんですけど、結構スラスラやっていきますね。わかんない人は戻して見てみてください。こう来てダーダーってやったら、今度はこうストロークみたいにしてこう爪で弾きます。僕は人差し指と中指の爪でこう、もう人に水しぶきをかけるみたいな、こうデコピンみたいな気持ちでバーンって弾いてますね。ドゥー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 って弾いてます。はい、ドゥ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 。でやったら今度は5弦2弦弾いて次のコードに移ります。左手の中指で6弦の3フレットを押さえて、ジャーン、これ同時に弾く。6弦2弦3弦こうバーンって弾きます。で連続でやると、で6弦3弦弾いて、で「ダダダダ」っていうのは3弦2回弾いて、2弦の開放弦で2弦の開放弦から3フレットにハンマリング。この始まりのでお一緒ですね。でやります。で次は A なんですけど、人差し指中指薬指で押さえる A でやってみてください。432弦ですね。こうで小指でメロディーを弾くんですけど、これ結構指が入りきらないんですね。僕もこうですね。で1弦の2フレットにこうハンマリングで「テン」ってやった後、4、3弦をこうアルペジオしてで小指を離して1弦の開放弦にして1弦2弦をこう同時に弾く。そうするとこうですね、連続でやるとできてでまたジャーってやって、で今度は2弦の3フレットに小指。なかなかこのアレンジの説明が難しくてね、伝え漏れあるかもしれないですけど、見ながらちょっとやってみてください。こうでやって、でここをやって、で今度は普通の D ですね。 D のアドナイスからこうハンマリングして1弦の2フレットってなります。で今度はこの D を押さえてる人差し指をキープして、薬指が5弦の4フレット、これで、5弦と3弦を同時に弾いて2弦こうですね。で左手の中指で2弦の3フレットで1弦の開放弦というここでメロディーがあります。連続でやるとなります。でもう一回また同じですまで一緒で、次ちょっとメロディー変わるんですけど、 A のサスフォやって、これは5弦と1弦を同時に弾いてっていうので1弦2弦1弦2弦1弦って弾いてます。で左手はですね、この A を押さえてるこの2弦を押さえてる2フレットが3フレットになるこの A のサスフォ、まあ小指でもいいんですけど、で「ダララララ」っていうところで全部弾いて、で今度はオクターブ奏法を入れますね。でここは、左手の人差し指で4弦の2フレットで小指で2弦の5フレットに置いて、これを半音上げて戻す。D の、まあ全部 D 押さえてもいいんですけど、2弦まで弾く。この1弦弾かない。こうやってってことですね。こういう感じで、その前のこの G の時って「デルレール」って始まってたの、ちょっと説明忘れてたかもしれないですけど、 G の時も「デルレール」って入ります。はい、まあコードを押さえたままいろいろ弾いてみたその音があると思います。はい、でもう一回また同じですね。これさっきやった「トゥルルルっていうのやって一緒、ここも一緒ですね。までやったらここ新しいですね。G の時に小指を1弦の5フレットまで伸ばして弾いて2弦弾く。でここはダッダーナナってなって人差し指だけ離して、ここ1弦の2フレットにやってスプリングするか、1弦の1フレットでもちょっとかっこいいでもいいしでもいいかな。これかな。で D の4弦弾いて23弦を同時に弾くで終わりですね。なのかブルージーにするのかって感じですかね。最初からやるとゆっくり。はいってなって、まあ、次のなんかイントテールみたいなで A メロとかもねみたいなあるんですけど、それはまた知りたかったらリクエストいただければ説明しますね。とりあえず今回はサビだけっていうことで、教えてみました。結構ねこれ教えるの難しくて、ちゃんとタブ譜にしたら分かりやすいかもしれないんですけど、僕有料サイトでタブ譜とかもう売っちゃってるんで、買ってくれた方に申し訳ないのでタブ譜は載せないで、ちょっとざっくりで説明させていただきましたので、僕がちゃんと説明できてないところはですね耳コピーで頑張ってやってみてください。それも皆さんの練習になるかと思うので、よかったらぜひぜひ手元は映ってるのでなんとなくこうやってんだって真似するのも、成長のきっかけになるかと思うのでぜひぜひやってみてください。ですね、あとその X、まあ、Twitter ですね X とか Instagram とか、TikTok で YouTube のコメント欄にいろいろリクエストとか見てますよとかコメントいただけたらだいぶ励みになるのでこの動画を続けていこうって気になるので、よかったら、コメントとかいいねみたいなのも待ってますのでよろしくお願いします。あと今僕一般の人も参加できるようなグループレッスンとかイベントもやってたりするので、インスタグラムとか X、Twitter ですねとかを見てメッセージとかいただけたら、嬉しいのと、とにかくいろいろやってるのでよかったら応援していただけたら嬉しいです。それじゃあありがとうございました。コウジュンでした。失礼します。